い、おはようございます。ベトナムのハノイに着いて3日目です。チェックアウトしました。今日の夜に夜行バスでサパっていう小さい村に行くので、それまでの時間、ハノイで観光したいと思います。今ね11時前なんですけど、ブランチをなんか食べにちょっとブラブラしております。はい、今日の朝もフォーを食べに来ました。なんかまた今までのお店と違っていっぱい具材が入ってます。全員店員さんが女性のお店です。いただきます。あのスープの出汁がめちゃめちゃ美味しくて、でこのねなんかタケノコみたいなこのメンマみたいなやつがすごく味が染みてて美味しいのと、あのこのお肉もねすごいしっとりしてて柔らかくて美味しいです。あの昨日の夜に食べたフォーがねあんまり美味しくなかったので、今日のフォーはね美味しいです。今日はね気温そんなに高くはないけど、やっぱジメジメしてるからなんか嫌な汗かいちゃうんですよね。本当にカラッてしてたらねいいんですけど、ジメジメしております。はい、歩いてロンビエンマーケットってところに来ました。あーなんかこのこれ美味しそうだな、このカボスっていうかなんていうの、このトゲトゲしたのって何なんですかね。イチジクってこっち、こうやってねなんか見たことのない果物がたくさん売られてます。はい、ちょっと匂いがあれなんで、よし、じゃあバスに乗ります。ロンビエンマーケットの目の前のバス停からいっぱいバス出てるんで、そのバスに乗ってちょっと湖の方にね行きたいと思います。これですね、これに乗ります。はい、バスに乗ってます。50円ぐらいでしたね。ちょっとね渋滞してるんですけど、まあ10分15分ぐらいで湖のところに着くかなと思います。はい、バスを降りて西の湖って書いて聖湖って読むんですかね、ちょっとあのちゃんとした読み方は分かんないんですけど、そこに向かって今歩いてます。なんだかな、花の谷っていう名前のお花がいっぱい咲いてる綺麗な場所があるみたいなので、そこをめがけて今ね歩いております。ヤシの木が生えててかわいい、お花が見えてきました。かわいい、入り口はあっちって言われたのでちょっと遠回りですけど入り口に向かってます。かわいいお花。はい、でこっちが湖です。はい、湖、聖湖っていうかな、西の湖とフラワーパークみたいな。あーちょっと暑い暑い暑い、視線も暑いです。本当にバンコクもそうだしベトナムもそうだし、どこに来てもジロ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 先にあの花の谷の手前にあるなんかカフェみたいなところに来てちょっと一休憩しております。ここのカフェすごい素敵ですね。花の谷の手前にあるんですけど、なんかあのテントみたいなのところとかあって、みんなくつろいでます。はい、着きました。そのカフェの隣にあるんですけど、谷だね、確かに谷ってか池花の谷です。すごいよね、なんか在庫一斉処分的な感じで積まれてますけどクッションがわあ、お花かわいいなあ。あーすごい素敵、風も涼しいですね。
マリーゴールドめっちゃ可愛い。先週宮崎に帰ってて、あの法事で宮崎のね、青島でもね、たくさんマリーゴールドがね、あの咲いてる場所があったんですけど、可愛いね。やっぱりあれですね、やっぱこういうビタミンカラーってすっごいなんかこうエネルギーもらえますよね。可愛い、鮮やか、すっごい鮮やかでパワーをもらえるね。可愛い。これなんかよく中華街みたいなところとかで見るお花、なんかよく中国中華屋さんとかのなんか看板とかにイラストで書いてあるようなお花に見えません？なんかいる？カエルかな？なんか動いた。さっきからね、結構カエルとかトカゲとかいるんでね、びっくりしちゃう。ハノイ市内のバイクの行き交うブン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 っていう音からちょっと今解放されて、すごくお花と、あー、蝶々も可愛い、お花に囲まれて癒されてます、ね、こういうところでなんかウェディングフォトとか撮ったら絶対可愛いだろうな。あと普通になんかポートレート写真の撮影場所とかでも良さそうですね。可愛い。はーい、いっぱい写真撮りました。インスタにアップします。今2時半です。お腹空いたんでなんかランチしたいなーって感じなんですけど、動きたくなさすぎて、あと今座ってるこのブランコこのブランコベンチがね、心地よすぎて、ずっとこの、 あの花の谷の隣のカフェでまったりまったりしております。なんか花の谷のチケット、あの入場料必要って思ってたんですけど、その入場料は必要じゃなくて、ここのカフェで注文したら花の谷にも入れるよみたいな感じのシステムっぽいですね。はい、ではたくさんゆっくりしたので、ちょっと歩いてランチ探しに行きたいと思います。今3時です。お昼ご飯食べにどっか探しに行きます。歩いてる途中で見つけたなんかメキシカン料理みたいなお店に来ました。がっつりしたものが食べたかったのでブリトーを注文しました。玄米みたいなブラウンライスと、サルサとレタスと、あとチキンとチーズが入ってます。ちょっとねラップに包んでないのでちょっと食べづらいかなって感じです。でもまあ味は美味しいです。はあ、美味しかったです。結構ボリュームがありましたね。これですね、ハイランズコーヒー。ここでちょっとゆっくりしたいと思います。バインミー130円ぐらいとか。ベトナムやっぱ安いな、物価。オーストリアとかチェコの物価が本当にバカバカしいぐらいベトナムの物価安いですね。はい、200円ぐらいです。ゆっくりします。もう冷房ガンガンで最高ですね。それではいただきます。はい、帰りも同じバスに乗ってロンビエン市場の方に、バスで帰ってます。宿に荷物を預けてるので、荷物をね、受け取りに帰りたいと思います。宿に荷物取り行って、で今日サパに向かうバスステーションに荷物をまた預けて、まだあと1時間ぐらいあるのでブラブラしてます。なんかね、夜市みたいなのをやってるんでプラプラしてみようかなと思います。ちょっとこのナイトマーケットをブラブラしようかなと思ったんですけど、ちょっと人が多すぎてちょっとしんどいんで一回引き返します。人が多いので苦手なんですよね。夜ご飯探しに行きましょうか。夜ご飯食べに来ました。シーフードの
ライスでまあ300円ぐらいとかですかね。いただきます。結構あのお腹いっぱいになったので、半分食べて半分持って帰っていいよって言われたので、テイクアウトして、明日の朝サパに着いたら朝ごはんで食べようかなと思います。こういう感じで物売りのおばちゃんと戦いながらご飯をいただいております。そろそろではあのバス乗り場にぼちぼち向かおうかなと思います。はい、ではこの、夜行バスに乗ってサパに向かっていきます。なんとですね、この夜行バス2階建ての個室の寝台バスになってるそうで、2500円ぐらいやったんで安いし、まあね、まあその横になって寝れるので、今回このバスを使ってね、ちょっとサパに行ってみようかなと思います。こんな感じのなんかね、カプセルホテルみたいな部屋になってます。こういう個室になってて、一応テレビがついてて、水もついてて、あの横になれる、もちろんトイレもついてて、 Wi-Fi もついてます。すごいですね。こんな感じで、なんかカプセルホテルみたいな感じです。よいしょ。じゃあもう電気消して寝たいと思います。